はい、こんにちは、村野聡です。今回はですね、緊張しない方法、緊張を抑える方法についてお話ししていこうと思います。私たち教師は人前で話すのが、お仕事ですよね。子どもたちの前でも話してますし、研究授業なんかがあればたくさんの人がね、後ろで見てる中で話さなければいけません。また研究発表みたいな場で話すこともありますね。人によっては講師なんかをしてたくさんの人の前で喋るっていうこともあると思います。またね、いろんな挨拶だとか、何かあるたんびにこう話す機会ってあると思うんですけども、そのたんびにですね、緊張しますよね。私もものすごい緊張します。で、緊張して結果として何か体に異変が起きて、何かね、自分らしくできなかったり、パフォーマンスが十分に発揮できなかったりっていうことがありますよね。本当、緊張なんてなきゃいないんだって、なければもっと自由に伸び伸びできるのにってね、私も何度も思いました。で、どうしてこんな緊張するのかなってね、ずっと私はね、自分の中での大きな課題だったんですね。そしてね、緊張をなくす方法は、あがり症の本みたいなのを読むとですね、必ず書いてあるのが、ちゃんと準備をしなさいと、きちっと準備をしておきなさいってことが書いてあるわけですね。もちろんそうなんですよね。準備がしっかりしてあれば安心感につながって緊張が減るっていうのはもちろんわかるんですけども、ただね、私の場合は準備をすればするほど緊張したんですね。もうこれだけ準備したからいいってことではなくて、何回それを確認しても逆に不安になる。準備をすればするほどうまくいくはずだと思うから逆に緊張しちゃうようなところがあったんですよ。で、ちょっと私のエピソードをお話しするんですけども、私の苦手なパターンはですね、突然当てられるってパターンですね。突然意見を求められたり、突然何かやってみてって言われた時にですね、もう本当弱いんです、そういうの。それと、例えば何かグループでね、話をして、でそれをなんか代表で発表するみたいな会議ってあるじゃないですか。で、そんな時に自分が代表発表する代表になった時に、発表する内容が自分の中でまとまってない状態で時間が来ちゃうと、もうそれでパニックになるんですね。うまく言えなくなるっていうふうに思うわけですよ。で、そうなるとどんな症状が私は出るかというとですね、これ本当ね、40代ぐらいまであったんですよ。とにかくね、もう声がうまく出せなくなるんですね。声がうまく出せなくなって、それはね、呼吸がなんか苦しくなるんですよ。苦しくて、なんかこう話ができなくなっちゃうんですね。で、それはもう見た目にもわかるぐらいなんですね。ですから、そういう形になった時に周りの人が大丈夫って言われたり、何かちょっと呼吸が大変そうだったねみたいな言われると、ますます落ち込むんですね。やっぱりそんななってるんだっていうふうに。で、何かその緊張場面が近づくと、またああいうふうになるんじゃないかなっていう恐怖がね、体を襲うんですよ。それで、もう本当嫌でね、なんとかしたいなと思っていたんですけども、ちゃんと、そういう状態になるんですね。で、これもね、ゆくゆく克服されるんですけども、それはまた後でね、お話したいと思います。はい、そんなわけでね、私もね、ものすごい緊張するんですよ。私が緊張するよって言うと、みんなね、まさかとかね、そうなんですかって驚く人いるんですけど、本当ね、人一倍緊張するんじゃないかなって自分では、ね、思ってるんですね。はい、そういうわけで、どんな風にしてきたかということですね、お話しして、何かとね、緊張してしまう方のヒントになればいいなと思ってね、今回動画を撮ります。結論言っちゃいますね。結論はですね、上に書きました。緊張はね、なくなりません。どんなに頑張っても準備しても緊張はなくならない。だけども、向き合い方を変えることでパフォーマンスを上げることができるんですよ。それについてね、今日はお話ししていこうと思うんですけども、まずね、緊張をなくそうと、緊張を認め客観視すると、これ対比的に書いたんですけどもね、比べながら見ていってください。まずね、自分が緊張しているときに、緊張をなくそうと思えば思うほど緊張します。緊張してるから、なんとか落ち着こうとか、なんとかなくそうと思うと、ますます緊張しちゃうんですよね。じゃあどうしたらいいかということなんですが、こちらに書きました。緊張している自分をまず認めてください。自分は緊張してるなっていうことをね、まず自分で認める。その上で自分を客観視します。これがですね、私の中で一番いい方法でした。つまり、こういうマインドになるわけですね。緊張してきたなと思ったら、その緊張をなくそうとするんではなくて、なるほど、今自分は緊張しているなってまずね、思ってください。もしくは実際につぶやいてください。今自分は緊張してるなっていうふうに言っちゃうんですね。で、こういうふうに思うことによって、自分をちょっとこう客観視できるんですよね。緊張している自分をちょっと別角度から別の自分が見てるような感じですね。そんな感じにしていくわけですよ。なんか緊張してるってことを認めちゃった方がね、もうそれ以上緊張しないんですね。
まあ、これが一つ目ですね。あとね、マインドとしては緊張をなくそうとするあまりですね、かっこ悪いなとか、緊張していたらかっこ悪いなとか、もしね、本番で頭が真っ白になっちゃったらどうしようってね、これね、思うわけですね。私ね、これ今でも思いますよ。今でも思うんですけども、まあ、そんな時にこういうふうに考えるんですね。緊張してるところもね、見せたっていいじゃんって思うわけです。かっこ悪いとかじゃなくて、緊張してるところをね、見せて何がおかしいんだって、うん、あ、そういう人なんだなって思ってもらおうよっていうことですね。ですから緊張を隠さない。もういいんです。緊張したら緊張したい。もうそれ見せれば。っていうふうに思うわけです。そしてもう一つですね。もう自分はもうできるだけのことしかできないんだということですね。緊張してる自分も自分なんだから、まあ、それをもう堂々と見せて、まあ、その中でできることだけやっていこうと、自分らしくやっていこうっていうふうに考えるわけですね。で、格好悪いかなとかね、頭が真っ白になったらどうしようとかいうのは全部ね、格好つけてるわけですよね。うまくやろうと思っちゃってるわけですね。でももちろんうまくやりたいんですけども、変に思っちゃってるわけです。ですから始まる直前はもうマインドを変えちゃって、もう緊張してるところも見せちゃおうと、ね、できるだけのことしかもうどうせできないんだから自分らしくその中でやっていこうっていうふうに考えてください。まあ、こういうふうに私考えることによって緊張はなくならないですけどね、もうそれ以上変な緊張感はなくなります。まあ、こうやって考えることによってどうなったかと言いますとね、もうね、これ始まっちゃえばなんとかなるんですよ。そうすると始まればなんとかなるようになりました。ですから緊張なくそうと思わず、その緊張を認めてください。で、それを客観視してください。そうすることによって、ね、随分変わってきます。で、あとね、大事なことなんですけども、どうせ緊張するなら短く緊張するって書いたんですけどね、これ何かというと、私もね、若い頃、例えば今日研究授業があるなんていうと、もう朝からね、ちょっと気持ちが緊張してるわけですよね。で、特に5時間目の研究授業が多いですから、給食を食べてる時とかもうね、給食喉を通んないんですよ。緊張しちゃってずっと授業のこと考えていて、で、結局緊張時間が長ければ長いほどですね、疲れちゃうんですよね。で、本番始まった時にはもうクタクタの状態で緊張でね、もうちゃんとそこでできないわけですよ。ですからもうね、どうせ緊張するんですから、もうその緊張は短くした方がいいということで、もうなるべく考えずに過ごすということなんですね。給食が食べ終わるぐらいまでね、もう授業のこと考えないようにするんですね。まあ、それでも授業のこと考えちゃうじゃないですかって言われそうなんですけども、でもね、なるべく考えないようにしようって思うだけで全然違いますので、やってみてください。そして直前になったらね、緊張すればいいんですよ。そしたら、あ、緊張を認めて、緊張してるな、そして客観視していくという、まあ、これが一番いいと思いますね。まあ、それが私流の緊張の抑え方だったんですけども、ぜひね、参考になりそうならやってみてください。で、先ほどのね、最初にお話ししたエピソードですね、呼吸が変なのになるってやつですね。で、それについてはですね、私後ほど分かったんですけども、それね、過呼吸だったんですよ。極度の緊張から過呼吸を起こしてたんですね。で、それが分かっただけで随分気持ちが楽になりました。そうなんだ、過呼吸を起こしてたんだって思ったんですね。で、調べてみたら、その過呼吸ですからね、息を吸うよりもこう吐く方に時間かけると治るって言うんですね。10秒ぐらいかけて息を吐く。ですから、実際ね、自分が緊張してきたなと思ったら呼吸を整えてました。息を10秒ぐらいゆっくり吐くんですね。その本番中でもそうです。本番中に緊張してきたなと思ったら息をゆっくり吐きながら話すようにしたんですね。まあ、それでね、これ見事に解決しちゃいました。過呼吸だって分かってから一度もそういう状態になったことないんですね。で、それもですね、その原因が分かればね、客観視できるんで、それで治ったんだと思います。まあ、こんな話だったんですけども、最初に言った通りですね、緊張というのはね、基本なくなりません。基本なくならないんですね。ですから向き合い方が大事だというお話をしました。こんな風にね、考えていくことで随分違ってくると思いますのでね、ぜひやってみてください。ただですね、緊張というのは別に悪いことじゃないんですよね。しなきゃいいなと思うんですけど、そういう状態で喋ったり授業したりするから自分が鍛えられるっていうのはもちろんあるわけです。ですからね、緊張感のあるところに自分を追い込むことは自分を成長させることになるんですね。ですからね、緊張するというのは非常にいいことなんですね。いいことなんだけど、やっぱりあんまりね、緊張すると辛いんで、まあ、こんなマインドでやってみるといいのかなっていう気がしますね。はい。まあ、もう一度言いますけど、そうするとね、緊張しててもそんなパフォーマンスを落とさずできるようになってきます。まあ、人それぞれですね、緊張の緩和の仕方ってあると思うんですけどもね、今回は私の方法についてお話ししました。まあ、もし参考になればね、参考にしてみてください。またこれからね、夏休みになりますと、人前で研究発表会とかね、やる方も多いと思うんですね。私もこの夏休みに
何回ぐらいかな、3回ぐらい人前で話す機会をいただいてますので、今回もね緊張したらこのマインドでいきたいなというふうに思っています。はい、それとですね、第13回村野聡サマーライブ、今回は新提案新指導法というテーマでやっていきます。7月の30日、午後ですね、Zoom で行いますので、概要欄に示してあります。よろしかったらご参加ください。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。